それでは今回は密度についてやっていきましょう。はい、密度が分かれば、はい、どんな金属なのか特定できるという実験をしながら密度について考えていきましょう。はい、お願いします。はい、こちらに、ね、3種類の金属を用意しました。はい、はい、ではまず電子天秤で重さを測っていきましょう。はい、はい、じゃあこちらからいきますかね。じゃあ白っぽい金属からいきましょうか。はい、いきますね。はい、2.82g。 はい、 2.82g、ね、はい、はい、覚えていきましょう。じゃあ次いきます。はい、じゃあいきます。次、赤い金属。はい、はい、9.06、9.06g、はい、はい、グラムですね。じゃあ最後がちょっとね、金にピカピカ光ってね、金色の金属ですね。19.96g ですね。はい、19.96g、はい、でこれで質量が測れましたね。はい、はい、では次はね、体積を測っていきます。はい、お願いします。はい、体積はこちらメスシリンダーで測っていきましょう。はい、はい、で、まあ、ある一定の量までまず水を入れていただきます。はい、今 50ml まで入ってますね。まあ、50ですね。はい、はい、これで、金属を入れた時に増えた量で体積を測ります。うん、はい、はい、メスシリンダーの使い方はね、他の動画をちょっと参考にしていただいて、はい、はい、ではちょっと入れてもらっていいですか。で、多分チャポンって入れると傷ついちゃうんで、はい、ちょっと斜めにしてそっと、ね、はい、ガラスが割れるといけないので ね、 そうですね、傷ついちゃうから。じゃあ入れます。はい、そんな感じですね。あ、もう斜めにしちゃって大丈夫です。そうですね、そうですね、そんな感じです。はい、はい、でここの増えたメモリを読み取ります。はい、で、あのメスシリンダーのメモリがあるけど、はいはい、その10分の1まで読みましょう。そうですね、1よりはちょっと少ない 0.8 か 0.9 くらい、はい、0.8 くらいですね。はい、0.8 立方センチメートルの体積ということですね。はい、さっきアルミの重さが 2.18 の重さ割る体積、はい、でこれで計算すると 2.725 ということで、密度が 2.725 なんですね。はい、こちらに、ね、はい、2種類の液体用意しました。はい、はい、こちら、水ですね。これは水、はい、はい、水にビー玉を入れるとどうなるでしょうか。ちょっと入れてみてください。はい、まあ、沈みますよね。あ、そうですね、はい、はい、水より、ね、密度が大きいガラスは、はい、はい、下に沈むということですね。はい、はい、じゃあちょっとこっちの液体、これは、はい、黄色い液体、なんか油みたいな感じですかね。はい、はい、いいですか。これにじゃあビー玉を入れてみてください。いきますね。おー、ということで浮かぶんですね。はい、っていうことは密度が液体の方が大きいと。そう、いうことですかね。ちょっと石も用意しました。石、石、もちろん石をこう水に入れたら、はい、まあ、沈みますよね。沈みますよね。はい、はい、で取り出して、はい、じゃあそちらに入れてみてください。はい、ちなみにこれは触れていいんですか、この子は。あ、これは安全な液体ですね。わかりました。無害の液体。じゃあ一応ちょっといきますね。はい、おお、はい、はい、ということでね、液体に石やガラスが浮かんじゃうということなんですね。なるほど。はい、これはね、先ほど葉一先生言ったように密度の問題ですね。はい、はい、密度が高い、これポリタングステン酸ナトリウムというね。先生、もう一回言ってもらっていいですか。密度が高いポリタングステン酸ナトリウムという液体。なるほど、はい、はい、それをですね、溶かした水溶液を用意しました。はい、でポリタングステン酸ナトリウム、まあ、タングステンっていうくらいですから、はい、あのめちゃくちゃ重いタングステンですよ。うん、視聴者の皆さんがそうだそうだと なってるかちょっと心配ですけど。本当です、ね、タングステンはね、密度がね、とても、ね、大きいんですよね。なるほど、はい、それが液体に、ね、溶けるようになっているということで、それを、ね、溶かしたものなんですけど、はい、ちょっとこれ持ってみてください、せっかくなんで。おお、重たい。やばいですよね。あ、もう全然違います ね、密度が大きいからやっぱり重たいと。そうですね。なるほど、もうちょっと重さ測ってみますか、せっかくならね。あ、はい、じゃあ水275ml くらいですかね。はい、大丈夫です。はい、重さ、じゃあいきましょう。はい、はい、ビーカーを含めた重さが、まあ、400g くらいですね。413g。はい、はい、じゃあいきますね。おお、全然2倍以上ですね。ね、975。はい、
ということでめちゃくちゃ重い。重たい。まあこれ、ね、重液って言われていて、はい、あの鉱物が浮くか沈むかをこれで確かめて、でこれ濃度によってあの密度も変えることができるので、はい、水の量を増やしたりすると密度があの小さくなったりとかするので、はい、それであの鉱物を同定するとかにも使われたりしていますね。あ、どの鉱物かどうかっていう判定を、はい、そうですね。へえ、はい、でこれの量でだいたい15万円くらいですかね。プレイステーション3台分くらいの。え、これでですか。これですいません、普通に指突っ込んで、はい、とてもちょっと、ね、レアなあの重液という、ね、物質でした。なるほど。ということでですね、はい、まあ、なかなかあの、ね、はい、普通の生活では見ることができない、ね、密度の関係、不思議な関係を、ね、見れたかなと思います。はい、最後はですね、はい、密度を使った、はい、お家でも簡単にできる実験紹介しましょうか。はい、お願いします。はい、まずこちら、ね、グラスがあります。はい、グラスにですね、少しちょっとお湯を入れてください。はい、少しというのはどのくらいでしょうか。2センチくらい2センチ分くらい、2センチぐらいですね。このぐらいですか。はい、でちょっとね、色つくとね、分かりやすいと思いますので、はい、ちょっと色を食紅でつけましょう。で、でこうよく混ぜます。まあ、水がありますよね。はい、ここに油を入れたらどうなるでしょうか。油を入れると、うん、油沈みますか。おお、さあ密度を考えていただいて、はい、入れてみてください。はい、これはドボドボ入れるんです。端に少し、あ、そーっと端から入れていきましょうか。斜めにして、はい、ストップしてください。はい、もっとどんどんいってないです。ストップで。あ、いい感じです。何ですか。大丈夫です。はい、ということで、はい、どっちでしょうか。浮くんですね。はい、浮くということは密度は小さいということになりますね。はい、はい、なので、水よりも油は密度が小さいので浮かびます。はい、はい、そしてここにね、はい、こちらね、炭酸入浴剤ですね。はい、あのお湯に入れるとブクブク泡が出る、二酸化炭素が出る入浴剤ですね。うん、なるほど。これを入れます。ほう、さあどうなるでしょうか。どうなんですかね。じゃあちょっとせっかくなんで、はい、これ赤だけじゃなくていろんな色も用意したので、ちょっといくつか同時にやってみましょうか。はい、お願いします。はい、じゃあ行ってみましょうか。はい、5色ですね。はい、5色ここにじゃあ一緒に入れましょう。はい、同時に入れる感じですか。そうですね、3ついけますか。3つじゃあ、はい、行きます。はい、じゃあ3、2、1でいきましょうか。はい、じゃあ行きますよ。3、2、1、それ、はい、さあ何が起こるでしょうか。はい、ということで水が粒になってね、はい、浮いてくるということですね。はい、これなんでこう粒が上がってまた落ちてくる感じになるんですかね。これはですね、まあ、下で二酸化炭素が発生します。はい、水にね、重曹とクエン酸がまああの入ってるあの炭酸入浴剤なんですけど、はい、水に溶けると二酸化炭素が発生します。で、二酸化炭素に水が包まれるわけですね。はい、そうすると、まあ、ガスですから軽くなって上に浮いてくる。はい、で上に行ったら今度はガスをね、大気中に放出して、やっぱ水はね、密度が大きいですから下に沈むと。なるほど、なるほど。いうのを繰り返すんですね。はい、なんか。すごい綺麗ですね。ね、ここ汚いですけど、気のせいですか。そうなんです。汚いですけど。まあ。ということでですね、皆さんも簡単にできますのでね、ぜひね、この密度の実験、インテリアにもなりますからね、はい、やってみてください。はい。